こんにちは、プロスパージャパンです。今日はですね、ビデオ一体型の DVD レコーダーの、紹介になります。型番はですね、東芝ですね。東芝のブルーレイ対応の機種になります。BW500 ですね。D ですね、すみません。D-BW500 です。こちらの商品はですね、今、ビデオも再生している状態なんですけど、アニメーションの始まってます。リモコンはですね、純正のものではないですが、新品で、通常通り対応できている機種になります。最近ですね、中古のリモコンじゃなくても新品でも、非常に手軽に格安に出ているやつがあるので、対応できる機種は、メーカー純正よりもこちらがいいと思います。それも問題ないですね。はい、でこちらの方ですね、今、停止をして、で、よいしょと。で、取り出しですね。取り出しがこちらですね。入れる際、必ず真ん中を押してくださいね。よくこうやって横に押される方なんですけど、真ん中を押していかないとずれますので、不具合の原因になります。で今ですね、こちらの方ブルーレイも入ってます。ブルーレイと通常の DVD なんですけど、今ブルーレイが入った状態で、リモコンの切り替えをします。こちらのディスクボタンですね、押すのは、押すと、青く点滅しました。今こちらに切り替わりました。今再生します。今、始まりました。でこちらですね、ビデオがついて、HDD もついてます。で編集もできて、ブルーレイ、DVD も使用することができます。レンタルもあるんですが、今回の場合は購入いただきまして、お客様の方からですね、事前に作動テストをしております。今実際コンサートの模様が始まっている状態です。で、テストはですね、事前にしてますので作動には問題ありません。こちらですね、同じものです、はい。簡単説明になりましたが、以上になります。もちろん販売、修理もしておりますし、レンタルもしております。事前にお問い合わせいただければ、対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。